こんにちは、アルビレックス新潟の千葉和彦です。だいぶ空きましたね、中1年隔週ぐらいで出たいんですけどもね。アルビレックス新潟千葉和彦選手、今季 J1 昇格後の開幕戦で初ゴールを決めたチームの精神的支柱です。およそ1年ぶりの新潟一番ロケとなる千葉選手、前回はお誕生日間近ということでおもてなしプランで新潟市内を巡り、ゲーギ遊びをしたりおにぎりを食べたり、そんな千葉選手が今回訪れたのは、18年前、2005年、加入当初にですね、半年間だけなんですけども住んでたこの新発田市を巡りたいと思います。さあ、18年ぶりにね、私が帰ってきたってことで、もう見てください、人こんなに人が集まってくれてますよ、新発田中の皆さんがこう。今回は千葉選手が聖浪に選手寮ができるまで住んでいた思い出の地新発田市を歩きます。題して千葉ウォーク。新発田駅前を出発し最初に向かったのは、あ、ここだここだ、ここがそのよく一人で寂しく食べてた定食屋ですね。お邪魔します。訪れたのは千葉選手が新発田に住んでいた頃通っていた本田屋食堂、大正10年創業の老舗の定食屋さん。僕ね、よくね、このここでね一人で寂しくね、ポツンと一人で食べてたんですよ。こんにちは、アルベックス新潟の千葉と言います。アルベックス新潟、ご存知ですか？はい、もちろん、はい、すぐ裏のアパートに住んでて、駅の、はい、で歩いてきて、でこの席でポツンと寂しく、あ、半年間だけだったんですけど住んでたの。だからここで結構夕飯をいただいてました。だからもう僕の体を作ってくれたのはここの定食っていう。あ、ありがとうございます、はい、たくさんあるメニューの中で千葉選手がよく食べていたメニューは、野菜炒め定食とか ありますよね。野菜炒め、あります、ありますよね、はい、じゃあ野菜炒め定食でってこうボソ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 言いながら食べてた記憶がありますね。早速その懐かしの野菜炒め定食を作っていただきました。なんか蘇ります、この卵で。すごい蘇った。なんか、え、これずっと卵乗せてますですよね、はい、思い出してきたぞじゃあ早速いただきます。おいしい、おいしいですね。やっぱもう当時体格がこんなに良ければすぐに気がついてたんですけれどもね、なかなか、まあ覇気がなかったんですよ僕。今のテンションが高ければすぐですよね、うん、はい、気づいたかと思ったんですけどそうなんですよね、カメラが回ってるから高いんですよ。あ、そうですね千葉選手演出の勝利後のパフォーマンスはサポーターのお楽しみ。今やチームのムードメーカーの千葉選手ですが、当時はどうやったらここから這い上がれるかなって、この野菜炒め定食を食べながらね考えてて。ありがとうございます。自信がない背中してたと思います今はもう見てください、お父さん背中どうした、自信満々の、はい、お父さんのこの野菜炒め定食のおかげで大丈夫か、食べてんじゃん、お腹すかしてるんじゃない、もうね、いい食べっぷりの千葉選手。今やっぱよく噛んで食べないとね思い出とともに噛みしめ完食です。ごちそうさまです。お父さん、ごちそうさまです。当時と変わらぬ味でなんか蘇りました。またなんか頑張ろうって思いました、明日から、はい、ありがとうございます、はい、若いやつには負けねえぞっていう、あの当時の僕に言ってやりたいですね、まだサッカーやってるよってごちそうさまでした、ありがとうございます、失礼します、はい、いやー、お腹も胸もいっぱいになりましたね。また明日から頑張りそうですね。すごいご主人から力もらった感じがします。懐かしの味に満足した様子の千葉選手、実は千葉市にもう一軒馴染みのお店があるそうで、
シドかな。シド行きます。シド残念ながら今日定休日なんです。定休日かい。ということで後日スタッフが営業しているお店に伺ってきました。アルビレックス新潟の選手がよく訪れるというこちらの洋食屋さん、千葉選手のサインもしっかりありました。広島行く前のあのロン毛の千葉選手から今度アルビに帰ってきてまた来てくれるときはもうさっぱりと、今度今あの変貌とそのギャップが驚いてるんですけども、千葉選手がいつも食べるメニューを作っていただきました。牛肉とアスパラのガーリック風ピラフ、定休日じゃなかったらこの美味しいピラフが味わえたのに。ご主人が千葉選手の来店を待っていますよ。またぜひ向かいます。お父さんまた行くからね。続いて向かったのは千葉選手が住んでいた柴田駅の東口側。いや久しぶりにこの辺も歩きますね。もう駅があそこなんですけども、この辺はでもあんま変わらないかな。この公園とかもあったし、コンビニが多分向こうの方にあったんだけど今はもうないのかな。ちょっと歩いてみますか。当時の記憶をたどりながら散策する千葉選手、ランニングをしていた懐かしの遊歩道を探してみることに。ランニングはなんかもうこのままじゃなんかやばいなみたいな、もう試合にも全く絡めないし、とりあえず体動かすしかないっていう思いで、もうなんか朝起きてランニングしてたんですよ。なんかね、ちょっとね、遊歩道みたいになってるとこあるんですよ。ちょっともうちょっと行ってみるよ。学生さんとかがね、住むような、もう安い。これかな？ほら、あれ行けなくなってんな。なんだろう。あーでも多分そう、遊歩道だからこれだな多分。この辺ずっとランニングしましたね。一人で考える時間じゃないけど、まあずっと一人だったんですけどずっと一人だったんですけども、体を動かして決意を固めるランニングじゃないけど。かつて試合に出られない悔しさをバネに鍛錬を積んだ思い出の場所を巡った千葉選手、ここで嬉しい出会いが。知ってる？僕のこと。ありがとう。昔この辺住んでたの。またね、応援来てね。また会いましょう、柴田市で。まあ、朝ランニングしたコースもね、多分あそこだと思うんですけど久しぶりに巡って、はい、まあ、そのランニングがあったおかげで多分今ね、こうやってまだ立派な足腰を柴田市のね、こう地面からいただいたんで、その当時おかげさまでっていう気持ちで今僕は、はい、ランニングしたぐらいの汗かいてますけども次回の千葉ウォークは柴田の新名所でサッカートーク炸裂。物静かだった千葉選手がチームのムードメーカーになったきっかけに迫ります。おいしい。